大老井伊直助が桜田門外の雪を明けに染めた万延元年春から翌文久元年にかけては、幕府当局がその世相の激動に最も勝利をした時期である。したがって、浪人志士に対する幕府の警戒は厳重を極めたものであった。だが、そのことによって反幕思想抑圧は決して実を結びはしなかった。そればかりか、かえって全国的な志士輩出の拍車となり、ここに尊王、砂漠、両市長の軋轢は、ますます険悪な雲行きを醸成するに至った。勤王の志士、清川八郎の活躍も、またこの時代を契機として開始されたのである。万延元年冬の頃から、板子を中心とした地域には、水戸義団、または水戸天狗などと称する結社が組織されていたが、彼らの当面の理想とするところは、上位の名のもとに、富豪から金品を募り、まず横浜の異人館を襲撃することにあるという。このような噂は司法に流布された。清川八郎は、この噂の高かった文久元年正月、まずその形勢を伺わんとして、神田、御霊ヶ池の京を発し、桜、成田を得て神崎に赴き、旧知の村上俊五郎を訪れ、同時に石坂修造とも初めて交わった。そしてこの二人と共に、船で板子に渡り、天狗島に交わりを求めた。ところが、この時、首労に酒を酌み交わしていた一頭は、なぜか八郎らとの会談を拒絶して会わなかった。八郎は内心、憤懑を感じもしたが、同時に彼らが行動を共にするに足りない輩であることに気づき、同志のみで上位の挙に出ようと決心して、そのまま江戸に引き上げた。これ以来、彼のお玉ヶ池の屋敷には、しばしば密かな同志の会合が開かれることとなったのである。参集する同志には、山岡鉄舟、伊牟田昌平、日渡八兵衛、神田橋直助、増光新八郎、池田徳太郎、西川連蔵、北有馬太郎、村上俊五郎、石坂修造、安住五郎、笠井伊蔵等があり、いずれも烈々たる勤王思想を崩壊する志士の面々であった。ここにおいて、同志の手による上位挙行は、いよいよその秋を期して遂行されることに決定された。ところが、これに先立つ5月20日、突如彼らの身辺には思わぬ気球が切迫した。その日、両国万八郎に催された書画の会は、彼らの密会のカモフラージュであったが、その木と、一人の男が彼らに無礼の振る舞いをしたので、八郎は抜く手も見せずその男を切って捨てた。男は幕府の犬だったのである。俄然事態は急変し、幕吏の追及は峻厳を極めて彼らの身辺に迫ってきた。八郎は逃れて川越に隠れたが、彼が江戸に、京都に、あるいは越後に、仙台に、中国に、九州に、大谷雄三、日下部達三などの変名を用いて、進出鬼没の地下的先行運動を開始した起点はここにあったのである。かくして、
大維新の序幕はさらに辛辣な茨の荒野となって、ぼつぼつたる憂鬱を抱いた清川八郎の行く手に展開されていった。天保元年は池津大久保利通、吉田松陰の生まれた年である。清川八郎はこの同じ年の10月10日、今の山形県東田郡清川村に郷士斎藤治兵衛を父として生まれた。幼名元次、あざ名は志功。清川八郎は後年の自称である。弘化4年、18歳の春、父に無断で江戸に出奔し、東条文造の塾に入ったが、22歳の正月から千葉周作の門で武術を修め、その翌年から朝霞根斎について文を研修した。嘉永6年には蝦夷地に旅行し、翌年再び江戸に出て昌平校に入ったが、そこの風味が悪く、打気満々としているのに呆れ果て、自ら塾を引いた。だが数ヶ月にして火災に遭い、焦然として故郷に帰った。事後数年間、彼はほとんど旅行ばかりして暮らした。彼は文才に秀でており、その旅行記、最遊叟は全8巻を成している。また少年から青年期までの追憶期には、短期史上、幸運録があり、文久元年5月から翌2年9月までには、戦中始末、戦中記事、戦中記略、自助録等の身辺記録を書いている。安政6年7月、彼は江戸に出て神田御霊ヶ池に新居を構え、そこに文武指南所の看板を掲げた。そして活字版を買い集めて自分の著述の刊行を企画した。まだこの時の彼は、文武両道をもって天下に有名を馳せることが最大唯一の希望だったのである。ところがこうした彼の心境に、突如一大変化の起こる時が来た。あの反幕派の志士勤皇家に下された一斉弾圧、すなわち安政の大獄事件にもそれほど関心を持たなかった彼であったが、急転換した時代推移の嵐は、彼が己の行く手にのみ描いていた士職の夢を突如として吹き払ったのである。その最も大きな衝撃は、あの桜田門外における水戸老子の義挙であった。彼はここに講演として自己陶酔の夢から覚め、学問から実行への大しい転機に立った。そして天下のために身を挺して決起することに一切の志を傾けたのである。満延元年の初夏、彼は祖父の死にあって帰郷したが、後進深い彼が父祖の血を踏んだのもこの時が最後であった。維新黎明期における志士の運動は、これを大別すると、第一期は個人的行動の時代であり、第二期は組織的行動の時代である。そしてこの第一期から第二期への発展的飛躍の重要な役割を成したものは、清川八郎の西国志士救護運動であった。文久元年11月、八郎は密かに入落すると、同志を集めて決然とこう主張した。今や天下の人心は皇室の式火と
幕府の横暴を見て、等しくそこに変乱を予想している。それにもかかわらず決起するもののないのは、命を受けるところがないからである。我々は安政母後以来、幽閉の身となられている少年院の宮を奪い建て祭り、直を請うて倒幕を敢行しなければならぬ。それにはまずこのことによって全国の同志を糾合しなければならぬ。そしてこの義挙は明春三月と決定され、ここに八郎の同志糾合のための地下的活動はいよいよ好調期に入り、彼は席の温まる暇もない繁忙な身となった。明けて文久二年正月、彼は文後から大阪に向かい、同志と協議中、江戸における安藤閣楼襲撃の方に接して大いに激発され、勢い込んで再び再火することになったが、旅費調達のために苦しんで日を伸ばしていると、ここでさらに吉報に接し、鹿児島の島津久光がいよいよ朝幕の間を斡旋するため上洛することになったというのである。彼は再火を中止した。島津久光を京都に要して義挙を決行しようと考えたのである。そして直ちに事態は切迫した。久光公入洛前に早々集合せよとの檄を肥後、筑前、豊後の同志に早飛脚を飛ばし、また伊牟田将兵を投下させて水戸の同志の決起を促した。やがて全国の同志は京阪を中心に続々と集まってきた。ところが島津久光が大阪に着いたのは予定より遅れて4月10日であったが、彼はこの栄光によって長子を乞い、しかる後にことを共にすると言って志士たちの敬虚を戒めた。そして4月下旬になっても動ずる気配がなかった。八郎は京都に潜んで動静を伺っていた。すると4月23日の未明、大阪にあった獅子の一帯は密かに伏見に出て、そこの寺田屋に陣取り、今や倒幕の虚に出ようとし、これを知って立ち向かった京都にある薩藩の鎮部隊との間に、いわゆる寺田屋事変なる騒動を引き起こしてしまったのである。全国の獅子を糾合して京都に義気を翻さんとした八郎らの計画は、島津久光に期待をかけすぎたがためにそごをきたし、大阪の同志が寺田屋騒動を起こしたがために、ここに全く失敗を見るに至った。だが再起を策した八郎の先行運動はさらに第二弾に移って開始されたのである。6月24日、彼は獅子弾圧に策動した島田左近を討たんとして失敗し、その後近畿、江戸、東北等に出没してしきりに同志の糾合を図った。こうした彼がその合法的活動の策を考え、その必要を痛感したのは同年の暮れ頃である。文久2年12月、幕府は老子募集を全国に布告した。険悪な世相に鑑みての浪人怪獣討御策の現れであった。そしてこれは清川八郎の提案に基づくものであった。だが八郎にとっては怪獣策ではなく、彼はこれを団体的撃発の方策に利用しようと考えたのである。
翌文久3年正月、この募集に応じた浪士は150名。その中には、後身分の新選組で聞こえた近藤勇、芹沢鴨、土方才三らがいた。この八郎の策謀は成功であった。あたかも将軍上洛となったので、その前区経営の任にあたった八郎は、着京の翌日の2月24日、浪士組一同を集めて、今回の上洛の目的は将軍家経営のためではない。尊王攘夷のためである。御所に建白するが依存はなかろう。と宣言し、建白書を読み上げた。幕府はまんまと八郎に裏をかかれ、攘夷の勅状は直接浪士に下ったのである。3月13日、八郎は意見をことにした後の新選組だけを京都に残し、攘夷の先鋒となることを意図して、204名の浪士と共に江戸に帰った。4月1日に至り、朝廷から幕府に勅して、攘夷期限を5月10日とすべき旨を諸藩に布告せしめたが、しかし幕府の態度は陰潤であった。そこで、これを見た八郎は、独立退去して攘夷を決行せんと覚悟し、山岡、石坂、高橋、村上らと諮り、まず横浜を火矢を持って焼き、外陣を切り、石油を注いで黒船を焼き払い、直ちに神奈川の本営を略して金品を奪って軍資金とし、進んで甲府を陥れその地に寄ろうということになった。衆議は4月15日を期して断行と決定した。ところがこれに先立つこと3日の文久3年4月13日、彼は上山藩士金子与三郎に招かれて麻布一の橋の藩邸に赴き、夕刻になって水泊満山として帰途に着いたが、一の橋を過ぎるや突如彼の水眼の前にひらめいたのは数畳の白人であった。佐々木忠三郎、逸見又四郎、久保田仙太郎、中山修介、高見安次郎らが幕府の内意を受けての襲撃である。彼のこの日の歌に、先駆けてまた先駆けんしでの山、迷いは狭じすめらぎの道とあるが、ついにこれは曹洞を数日後に控えての時勢となったのである。時に34歳であった。没後28年の明治24年、靖国神社に合祀され、41年、徳祀をもって、諸子位を送られた。